ミュートとビデオのオフでよろししくお願いします<ー>本日はガチローのシーズン 1MVP 戦で人狼ゲームを行っていくガチローでは半年間の人狼ゲームを得て通算 MVP ポイント上位13名がさらに MVP 戦を行い競い合う企画だ最終戦3戦目となるこの試合羊飼い系の役職は霊媒師最終戦の旗振り役となることで気合も入るところだ

こっちのセリフせっかくなんで、深澤さんが、ちょっと気合入ってる感じありましたね。なんか、今、呼ばれて、みたいに座り直して、やる気を感じたんです。なんか、あります気合入ってただけ。まあ、最終戦だみたいな感じですね。うれしくないな。 それ言うなら整合性取れてるなでも若干出てきたときプテさんにやけてるなと思ったからなかそれがあれやったら整合性取れてるなと思って若干村環状拾っちゃう、うん、えでもプ<え>テが出,出てきたとき出てきた,時あ違う出た時とき全員が出て,出てあ全員出た、うん、出てきたときにやけてたっけと思ったけどメイヤさんと同じこと思った出てきたときもにやけてたけど朝 <laughs> いねーだろってことね <laughs>、うん、出てきたときもにやけてました、はい ああまあ、まあまあ、まあにやけもしますよ、それは。<laughs> <laughs> なんか,かんなな、僕はなん俺は印象いいですよ。なんか、その、なんか言おうと思ってくれてるし、周りからの触れられ方的にも、なんか、不自然なところがないので、印象いいと思っていて、喋ってない人の話を聞きたいな誰が印象いいって言いました、今。布さんです。ああ、はいはい、ケ、OK、ーです。僕これ以上、なんか、ね、違う話したいと思う ああ僕、今まで発言した中だったら、銀さんの印象が一番いいとだけ言っておきます。まあ、違う話はちょっと、ね、まだできないんで、これだけしか。銀さんで何か言いましたっけ銀さんだいぶ言ったくない銀<ん>さんって、まあ、僕がさ,んさんに関して、そう,そう、その発言するなら一貫性があるから、村っぽいって読めてるから、僕はそ,そ,そ,それが一番推理っぽいなと思って聞いてました。なんか俺、銀さん人間っぽい同意した上で、今まで、ちょっと慎太郎が入る前の感覚なんだけど、うん、の中で合流してきた中で人狼ありそうだなと思ったのは、梅犬のみだったかな 交流人狼。え、だってなんかいる <laughs> いいそう、<laughs> そんな,なんかね。あの、いや、モルテンは銀が喋った段階でめっちゃ頷いてたから、モルっ,ってル、しかもモルテンってプテさん出てきた時からやってましたよって銀のカバーになってるから、一貫してて。でも、メイヤさんの反射速度めっちゃ良かったから、今喋った中に人狼が一以上いると仮定した時は、メイヤさんと同じこと考えてたのみを発言して入ってきた梅剣に人狼あるかなっていう目線だけで見てた。ちゃんと見てないね、でも。メイヤさんの反射神経って同じ速度で俺の枠口多分黄色くなってたから。おー、当時やん。 それか本当だったら同じ反射速度かもしれないね。<laughs> <laughs> え、それはでも本当に話ですか梅ンさん。あ、本当ですよ。本当に言おうとしてた。言おうとしてたことを。口に、うん、出してたと思う。プテさんも言ってたでしょだって。いや、僕は名屋さんのみに言われたと思って、梅ンさんには気づいてなかったわ。<laughs> うん、あ、なんか、3人の枠口光ったなって俺思って。もうなんか、なね、1> 1回切っても大丈夫そうですかね。ありがとうございます。モルテンって最初何考えてた最初。なんか。もう出て議論時間1秒、2秒ぐらいの時。 あずっとプテさん楽しそうだなって思ってました。あそれそうしてんのよ。<laughs> <え>マジか<で>まあ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 。え言っ言いたくないけど、プテさんめっちゃ緑やなって思ったら、古川さんもめっちゃ緑で、でほんと、ほんとどうでもよくて。<laughs> うん、緑ですよ。<laughs> そう、それも気づいて、ケステさんも緑だった。ああモルテン銀が多分村かなって感じ。それだっけ。えー、<laughs> 指定します。モルテンさんを。うわ、マジ 占い師です。お<ー>あ、僕占いです。ああ<ー>、うん、じゃあちょっと早めに結果を言ってもらえると。伊いっすさんあ、メイヤさんもう一回。魚さんです、僕は。はい。うんうん、あ、もうメイヤ信じるわ、うん。えっとね、<laughs> 俺モルテンさんめっちゃ怪しいと思ってて、あの、銀さんの話に乗った後に、プテツカサさんが出るのって後って話になった後、モルテンさん行き場失ってるなと思ってたんで、俺モルテンさん結構怪しいと思ってたんですよ。 <俺>グレーラン。何が村って言ったのって工藤さんでしたっけうん。あ<ー>なんかほぼ,顔,ほぼ顔,顔との整合性を取ってました。僕、モルテンさん、現状は人道だと思って、なんかあの速度で村って言えなそうだなぐらいには思いました。だからね、めちゃめちゃウキウキしてたんですよ、モルテンさん出たとき。うん そこ何もなさそうな人って思ってました。だから、占い師はちょっと意外ではあります。不動産ってモルテンさんの誰人間って言いましたか銀さん。銀さんか。ああそう序盤の顔とその後の発言の整合性をチェックしてったって感じです。うん、モルテンさんオカミの場合は、なんかプテさんがあんまい方じゃなさそうかな。結構ベタベタ触ってるイメージがあったので。うん、さっ<目>と殴る石だったのあれ<ん>殴ってきた石だったのかなと僕は思ったね。なんか僕の。 いやいや、最初から笑ってたでしょみたいなのが。銀が僕に白揚げをして、うん、いやいや、それ違くないみたいなのは。印象いい方で撮ってますね。あ,あ、いい方で撮ったのうん。なんから古川さんとかがそこになんか、白いねって言ってたのは、あ、わかるなって感じで聞いてました。うん、俺、モルテンの印象は結構良かったんだよね。占い師、さっきに投票してください。グレランで。議論時間終了。投票に入ります。メアさん。どうします慎太郎に投票します。 なんとなくです。まあ、そこまで僕は銀さんの白い嘘が分かんなかったっていうところぐらいかな。まあ、他のなんか触れたところの印象も言ってほしかったぐらいで、別にそんなに気にならない。圭介さんと梅健さんの二郎はなさそうかなって思ったぐらいですね。はい、以上です。モルテンさん。はい。まあ、梅健さんに投票はしてみます。まあ、一旦ね、圭介さんが、まあ、梅健さんがワンチャン人狼あるかもっていう件も一旦借りてって感じで、結構印象いい人が多かったから。 その、工藤さん目線で、まあ、結構モルテン議員を、あの速度で人間っぽいねって言えたこととかも結構、こっちとしては印象いいなって思うし、司ささんとかも結構、表情軽くて、ずっと喋ってた印象があったから、あんまり処刑したくなくてって考えた時に、尺が狭まっていってって感じですかね。まあ、普通に占い引いたら楽しいじゃないですか <laughs>。銀さん。はい。投票は工藤丸さんに出ようかな。目アさんの今の新太郎さん投票が若干違和感 まあ別に僕の白が分からんかったっていうのやったら、別に久遠丸さんも僕の白を上げてるし、なおかつじゃあそこで一応久遠丸さんに違いで言ったら、モルテンさんも上げてるところ、一応対抗の宮さんの対抗で、そこの触れ方からして、ま久、あ、遠丸、モルテンないかなとまで言うんやったらいいけど、なんかその僕が白いのが分からんっていう理由だけで慎太郎さん1くやったら若干微妙かなと思ったから、一応久遠丸さん投票でいいかなって感じ。慎太郎さん。投票、シャルさんに1票入れます。 まあ、工藤さんがモルテンさんに質問して、モルテンさんの受け答えを聞いて、僕はこれでは人間拾えないから、まあ、工藤さんがモルテンさん人間って言ったときに、俺本当にっていうリアクションはしたんですけど、ただその後に、ね、シャレさんがモルテン工藤っぽくないって言ったのが僕は一番違和感だったんで、投票はシャレさんにするって感じでございます。結構今のゲンさん、印象いいなって思っちゃいましたが、別にメイヤーさんが僕目線に切っぽく見てるわけではないです。はい、以上です。つかさ,さん シャルさんに入れます。えっ、ー、とね、三択で、九道丸、シャルシン太郎、こっから行きたくて今日。で、えっ、ー、と、一番イメージがなかったのがシャルさんなんで、うん、シャルさんに入れます。 えっと、モルテンさんは人狼だと一旦仮定するとプテさんが白っぽいその白を挙げた古川さん銀さんが一旦僕視点外れます名ヤさんをオオカミだと置いた時に梅ンさん相方なさそうだと僕は若干拾ってました白先を省くと工藤丸シャルシン太郎になりますというスケールの中でのこの投票です以上梅ンさんはい投票はシャルさんにします 一番真剣な顔をしていたのにもかかわらず、新太郎さんの議員さんのなんか発言漏れが、発言漏れっていうか聞き出ないなっていう感じがした、その一点だけです。新太郎さんと意見似てて、僕、明屋さん本物で見ている、けど議員さんも白く見ている。これは議員さんの思考で、明屋さんが言っていたのは、工藤さんは表情で議員さんを言った、新太郎さんは理由をつけて議員さんを言ったから、その比較、 で、多分差をつけてるんじゃないかなって思ったんだけど、議員さんが名屋さん多分それでちょっと怪しく見えてからの名役堂の二郎の投票ケアはすごく人間っぽいなって思いました。シャルさん。古川さん投票。でも、これ結構適当ですね。梅県でも今の投票入りいいなとは思ってたんだけど、スケール自体はまあ悪くはないというか、まあ大体近いなと思いました。であと、慎太郎さんに言うと、 もう工藤さんがモルテン・議員白いって言った時に、いや、二人とも怪しいだろうと思ってた方だったから、感覚的には同じです、新太郎さんと。議員さんはね、プテさんのなんか、入り込み方が勢いありすぎだろうと思って、なんか、白くなりたい人っぽいなと思ったけど、投票自体はくしろ黒くなかったって感じ。古川さん。 うん、つかさくんに投票します。えっと、スケールがつかさくんと結構合ってて、新太郎シャル駆動って言ってたのところに結構理解ができて、新太郎シャルつかさって結構僕は思ってて、俺シャルに入れようと思ってたんだけど、僕に入れる理由が適当って言ってるのと、票入りすぎとか言われるかもしれないけど、シャルを怪しいもんと思ったんだけど、梅剣を評価したりしてるところとかも、ちょっと投票理由は俺良かったなと思ってて、ケイさんに卓を増やすために、新太郎シャルつかさに目を向けている人、 ただ、つかさくんごめん、会っていたら申し訳ないけどって感じ。しんたろうしゃの中にいたら申し訳ないけどって感じ。不動丸さん。あ、俺あ、いや、まじか。どうしよう。あー、どうしよう。まじか。プテさんの後にちょっと手を挙げたつもりだったんで、まあ、呼ばれちゃったんでいいんですけど、えー、どうしようかな。プテさんと銀さんに合わせようかなって思ってて、ただただ銀さんが俺投票で、だからプテさんの投票待ってました。 あー基本、シャルさんに投票しようかなと思っていたが、なんか俺に返ってきそう。シャルさん投票。で、ーさん。はい。うん。投票はね、シャルさんに行きます。えっと、結構僕はね、印象がいい人が多かったイメージ。銀が、えっと、僕に最初、白上げした後に、 モルテンが僕、いや、最初から笑ってたよって言ったと、ははは、じゃあやっぱりなんかやめとくわって取り下げたのが、なんか一貫した狼のなんか姿勢じゃなさそうに見えたからちょっと印象が良くて、なんか、目安は慎太郎入れてたけど、僕は銀の白いさがそれあるなと思ったから、理由が違ったけどね、だから慎太郎を評価して、まあ、漏れてたシャルさんかな。以上。玄介さん。古川さんに投票します。もう決まってるんだけどね。 なんか、シャレの投票は変だなと思ったけど、同様に古川さんの投票も変だなと思って、 なんか、司さと同じ目線で考えている人が、同じ消去法をした先にたどり着くのが司さ投票になるのかとちょっと思いました。だから、シャルが捨て票気味に古川さんに投票したことも含めて、シャル古川さんの人狼同士ってかなりあるなと思ってたから、まあ、シャル決定票は一定納得した上で、時、ま、点、あ、が古川さんという意思表示で古川さんに投票します。預言者は名屋さんを信じてます。ごめんね、モルテン、白先なんだけど。高野さん。 シャル君に投票します。まあ、シャル投票でいいかなと思ってるし、岸一でもないので、まあ、シャル投票でいいかなと思っていた点。プラス、まあ、ケースケ若干疑ってはいたんだけど、今の投票よりはすごく良かったなと思ってて、俺も古川さんは怪しい要素の一票を入れたな、司ささんにと思っていて、司ささん印象は良く、銀さんは俺ね、どっちかっていうと村の B に沿ってなくて、銀さん怪しんでました。まあ、でもこれは、銀さんが返せない要素。最初の初動で手を触って、顔、顔に手、手を、顔に当て,ててからだけだから、銀さんは反論しようがないと思ってるので出さなかったっていう感じです。 うん、ただ、銀さんのくど丸一票は気になってます。以上。けいさん。えーっと、古川さんに入れます。けいすけさんの言う通り、シャルさん、古川さん、この2人が今日追放されるべき人かなと思っていました。まあ、シャルさん、この後追放されるので、思いの丈言ってもらって、古川さんは、そのスケールだったら新太郎くに入れとけばいいだけの話。今更一票目作ったところで、 あの、シャルさんの投票を考えたら対抗馬にもならんと思うから。ケイスケさんは、なので、疑わないです。モルテンさんはなんかね、会話がごめん、作ってる感じがして、が、なんか、作ってるわーって思っちゃった。本日処刑となるのは7番、シャルさんです。遺言をお願いします。うん。 もしか議論に介入すべきだったなって反省はしてますね。モルテンが話した瞬間、僕も今更緑の話とは思ったんで、ちょっと先に経より先に言うべきだったなと反省してます。で、のもう古川さんの投票、僕は印象良かったんですけど、僕が構えたからっていうよりは、司さんがシャル・工藤丸・新太郎にちのり確かに言ったんでしたっけの時に、工藤さんじゃなくて司さんが入るんじゃないかっていうのは、 つかさんが正しいスケールを言っている人狼っていう推理だと思ってて、古川さんの推理自体は、ああ、いいなとは思ったんで、別に古川さん僕自身はそんなに投票はしたけど疑ってないです。投票理由はか持ったのは梅県投票理由自体は別に悪くはないんだけど、僕への投票理由ってなんかその銀さんへの発言を見落としってなんかすごい人外がつきやすいような投票理由だなぁと思ったんで、梅県の人狼は一定数ありそうだなと思ってて、現状、梅県つかささんを疑ってはいますが、初日のスケールなんでそんなに合ってる自信は全くないんで、 あの一味のシャルが言ってたらからっていう参考にしなくていいですありがとうございましたシャルさんが処刑されて夜がやってきますビデオのオフでお待ちください本日追放されたのはシャルさん役職者でない人を追放するグレーランダム投票通称グレラン投票となり追放された形だ 羊飼い系は霊媒師であるためシャルさんの正体を確認することができるシャルさんの正体は人間であるということが分かった状況を整理する占い師が2名現れそれぞれ人間と知っている人を公開した投票中怪しいと思われた人物はシャルさん古川洋平さんだそしてこの2人を怪しいときちんと指摘したスケさんはたとえモルテンさんが偽物であったとしても人間であろうと信じることができた 一体どのような展開となるのだろうか朝が訪れる本日死体となって発見された方3番名屋さんでしたミュートの解除ミュートの解除をお願いします本日2日目議論時間8分ですどうぞますおはようございますおはようございます司さ,さん白です、えー、シャルさん白 モルテンさんりしで、まあ、占い理由言ってからじゃ話しますかまあなんか一定数そのシャル司シャル古川とかって結構疑われてる場所だったからでなんか古川さんがその司さんに対してその適当適当な投票理由だっていうのでなんかうちらかんちゃら言ってたのが結構気になったからその司古川どっち 古川さんには色つけたくなくて、古川さんとそのなんかやり取りをしてたのがちょっと気になったんで、司さんを占ってます。えー、白と占い、そっちの毛ですみません、カングレー釣りますが、明日は絶対モルテンさんを釣ってください、僕がいな,かい,ない場合は。じゃあ、古川さんのスケール聞きたいかな、まず。うん、あれ、古川さん釣る話をしたってこと、ケイさん、今。えいや違います、違います。今日はカングレーを釣ります、ね。そうとねそうです。 昨日のつかさ投票に関してなんだけど、正直、あの、直前までシャルに入れようと思っていたっていう思考を述べた通りなんだけど、シャルの投票理由が俺は良かったと思っちゃって、違うところに入れなきゃいけないってなった時に、うん、K さんまで結構タクを鳴らすような投票になるのかなと思っていて。で、つかさくんが、あの、K さの言ってることを最もだと思うんだよ。スケールが合ってるのになんで入れるのっていう疑問もちろん分かると思うんだけど、その、スケールの中に人狼を含めて喋っている人かもしれずに、なんて、ね、議論中に人間はあんま取れなかった人なのよね。 神様に二表目を重ねるほどでもなかったのよ。なんか、シャルに入れる気しかなくて、辞典新太郎司で、あんまりね、人狼要素を喋れるところもなくって感じ。ただ、消極的投票だったと言われるのはわかる。新太郎君の怪しい理由投げて新太郎君の反応を聞いときたいかな。あ、新太郎君の怪しいっていう、その古川さんの思った理由を。あ、僕、消去法ですね。 基本的に、プテハシ人間やと思ってて、で、なんか出るまでのモルテも僕結構印象良かったんですよ、実は。で、銀さんも印象良くて、工藤自体はなんとも思わなかったんだけど、そこを拾ってるのは同じだから印象良いと思っていたって感じですね。あ、た<で>さん、プテさんって決定票って自覚があって投票したあ、全然なかったんだよ。それは申し訳ない。まあ、でも、鳴らすつもりも別になくて、 えあ正直、つかささんに、古川さん一票入言われてたけど、僕はつかささんの、いやいや、銀さん、と喋ってたでしょっていう反応も結構良かったなと思ってたから、印象いいよりだったから。決定票の自覚はなかったが、シャルさんに入れる気持ちがあった。うん。まあ、グレランで決定票入れることは別に俺悪くはないと思ってるから、うん、そこはマイナスにとってないけど、どういった気持ちだったのかなっていう。プロスイシュア、決定票を打つ意思はなかった。たまたま決定票だった。 片も会話に入っていいですよ、全然。じゃあちょっと、ケ介スケさんのあの、変わったスケールマーク、シャルさん、白ュったから、そのスケールだけ聞きたいかな、今現状。ああ、えっとね。 今考えてるのは、昨日の投票理由込みで、あと銀さんの白いも別で取ってて、銀のさを一旦信じる軸で考えようかなと思ってたんですね。で、えっと、この襲撃からモルテンを人狼で一旦考えたときに、反対で昨日指摘した通りり愛いのは古川さんですよ。ってなったときに、えっと、一旦考えるべきってプテさん。 と古川さんが繋がるかどうかとかで、古川プってモルテンで完結するのかどうかとか、で、他で浮いてる位置って、まあ、あの、モルテンがさ、梅剣に入れちゃったから、そこはちょっと考えるのむずいんだけど、慎太郎がどうかなとか、そういうところの精査をこれから喋って中で、喋っていく中で判断したいなって現状考えてます。と、なんか、モルテンがこの人狼で噛んでるみたいな世界線だった場合は、 ケイスケに白打ってるとやっぱり余計だと思うから、ケイスケ基本人間だと思ってて、司カ君に関してはまだ普通になんか人狼があり得る位置だなと俺は変わらず思っている人って感じかな。うん。シン様についても同じかな。シャルが人間だったことで全然それは深まってるから、ケイスケもそれって理解をしてくれるかな言ってる意味ってわかるもちろん。もちろん。うん、言ってること譲る。 としたら、慎太郎工藤とかの話も聞いた上でかな。うん。正直で僕、霊媒師の計算と同じで、一番印象がいいのが圭介さんの投票理由だったから、まあ、ここの囲いを疑ってないです。<laughs> で、モロテンさんは偽軸の推理。で、モロテンさんが人狼の場合、これ、だいぶ薄いけど、梅イさん結構白っぽくなるなと思っていて、まあ、それは圭介白結果からなんだけど、圭介さんって結構、議論時間中に梅イさん強めに怪しいんだから、なんかそこに白打った発言権を上げたことから、結構梅イさん人間っぽいのかなっていう、これ薄い要素。 でえっ、ー、と工藤さんはまあ純粋に疑ってる感じではある、やっぱモルテンさんの白髪業写人物と悪いから、工藤さんはちょいしいめ、まあ、プテさんに関しても、まあどっちもアレンジって感じ。<laughs> 俺はプテさんが一番人間見てるなと思ってる、ごめんなさい、どうぞ。あっ、どうぞ、最後まで。あプテさんが一番人間かなと思ってて、その昨日の決定票に関しても、なんか人間に決定票打ってて、でしかも人狼だった場合って、誰かと競ってないとそれする必要がなくて。 しかも今日聞かれて、その自覚がなかったっていう必要はないと思うのよ。なんか理由を作ると思うんだよね。人間、人類だったら。うん。俺はなんか昨日初日からずっと人間と思ってるっていうことを。いや、申し訳ないけど、あ,あんまりそれは考えてなかったとです銀さんって誰投票でしたっけ <laughs> ごめん。僕、あの、工藤丸さんです。工藤さんだよね。あ,<え>ありがとうございます。古川さんの今日の動きはあんまり村っぽくないなというような感想。なんか前に進める視点というは その場合、とどまってる印象がある、議論内容に関して。まあ、俺はちょっと、つかさくんとか怪しめているとは思ってるし、ただその場合って、モルテンが先に釣られないと無理なんかなとは思ってるけど。うん、なんか、ううそ続きを喋らせていただきます、ね。どう,どうぞ、どうぞ。僕が白いと思ってる人に関して、今、白、偽でも本物でも占いしか打たれてる人、全く疑ってない現状に関して、魚、ケースケ、つかさに関して。さがさん一的な問題、ケースケさん、つかさは昨日の投票発言と、つかさは今日の朝一の発言も込みって、モルテンさんに使う名を考えたというのが、古川さん、 梅県慎太郎までつって、あとはプテギンぐらいで考えるかなぐらいの、今のところそんな感じの仮組みです。ごめんなさい、今日、今日、追放、古川さんで固定します。すみません、みません。はいませ。岸です。岸ね出なくていい、出なくていい。もう言っちゃったから、出るね。 うわー、そうなのか。えっとね、新太郎さんと銀さんとケイスケと魚さんも全員人間だと思ってて、基本駆動古川プてつかささんをそこに入れるかどうかで、なは全部考えてます。あ<ー>、OK です。紙から古川さんは絶対神行だと思うんででん。えっとね、あ、ごめんなさい。先に古川さんって僕声できます。うん、それだけ、いいかケンさん言わなくていいです。古川さんだけいいで,できないです。OK です。梅ケンさん 今日グレーツルだったら誰ついたい古川さん以外。うーんと、そうだな。古川さんロジン人老クでずっと推理している感じ。うーん、不動産ではないかなってので、プテツカサのタクク。どっちかで言うとプテツカサさんよりえ、ね。えっとね、ツカサのシロを見せた方が強いかなと今思ってて。いや、ツカサもだけど、俺釣りたくない。な俺も釣りたくない。俺も釣りたくない。じゃ俺、プテ,テさん行きたい。プテーーさんあるんで僕 分かった、僕分かった。えっと、うん、梅剣さん新宿で、プテさん、二日んにするけど、プテさん寄りで考えていいみんな。オーいや、ご、ね、<で>ちょっと、その、騎士が釣りをしてるところはのまんでほしいです、僕としては。銀、銀さんの白要素だけ教えてほしい、はいはい、誰かに。っていうのと、あと、えっ、ー、と、古川さんを強人かなと今思ってます。 さんん<あ>一番いいですかいいいいのとっっててかででですすすはい、大丈夫です太郎の白取ったのってこれなだろう僕、慎太郎がモルテンが圭介さんに白を打っていて、その圭介さんが梅犬さんを疑っていたからっていう話があったんだけど、うんうん、モルテンがそもそも指定されるかどうか分からないし、占いに出て圭介、白っていうのをその時点で作戦として取ってたって思わなかった、僕は。それはもちろん、だから薄い要素っていうから言葉あ、枕が薄い要素っていう話と。うん、それは多分それとてこれが僕はなんか納得できなかったから、慎、うん、太郎が怪しいなと思ったから白、白 出てるんだなと思って。多分議論時間終了。うん、投票に入ります。うん、塚差さん。古川さん投与で、えっと今ね、僕の白ミスターが早いかって言ったのは梅堅さんのスケールが完全に正しかった場合、僕は銀さんはまだ白受けてないからそこ次第なんですけど、プテえ僕の白を見せるとプテクド釣り切りで勝ちなんですよね。モルモルフルプテクド釣り切りで勝ちなんですよね。はい、なんでえっとそこを見せた方がいいのかなとはちょっと思ったんですけど。 ですかね。あ、でもそっか、釣り縄足り、足りるよね。5名はあるから。一応はでもそっか、古川さん、そうだね。釣りで足りるからと思ったんですけど、銀さんの白良さだけね、教えてほしいですね。以上。銀さん。はい。あれ、これは。 プテさんかつかささんの欄で結構プテさんに決まってる流れじゃないんかなと思うけど、何の投票かはちょっとよくわからんけど、まあ普通にまあ僕の所要素は自分で言うのはあれなんで、多分結構梅健さんとか僕の投票理由から挙げてくれたりとかするから、でも初期まあプテさんには投票はするけど、あんまり思ってはないかな。多分森天さん狼塾やった時にプテさんに話しかけて、いやプテさんからしたら怪しまれてるんじゃないのと思ったけど、に対して森天さんがいやそんなことないよって、あんまりここがなんか狼同士のやり合いには見えてはいない。 かなって感じ古川さん梅系に投票しますと基本的に棋士は対抗で出てきた状態でどっちかに人狼が含まれている場合その釣りを先を先に押すっていうのは俺は近かに初日投票してるし梅桂が今日プテアシー行きたいって言ってるからそこじゃなくてもう単純に棋士の信用勝負してほしい俺は棋士として別に動きが何か悪かったところはないと思うし計さんに疑われてるのは分かるんだけど計さんが決める無駄ってわけでもないから基本的にみんなの推理で投票してほしい以上です。 まあこの疑われ方でようやく棋士 CEO をしてる古川さんは人外だと思うから古川さんんに投票したいんだよね正直司さんと卓が挙げられていてまあまあその信仰が正しいんだったらまあまあまあそれで勝ったらね梅賢さん功績でかいからまあ乗ってもいいけど僕自身がまず村で白引いてもまあ勝てるっていう世界があるんだったらまあまあいいっちゃいいけど。 古川さんに投票して、僕、塚田さんの印象がいいです。プテさん。はい、プテさんに入れます。まあ、これ進行だけの話。プテさん釣り、モルテンさん釣り。その後、景色目打ちだけれども、まあ、あの、基本、古川さん釣り。古川さん、モルテンさん、今日護衛一択で。梅剣さん、僕、守ってる可能性あってもなくても言わなくて大丈夫です。二日間。 者は生き残して進行します。その上で、えー、議論を進めていくつもりです。銀さんに関しての白要素はちょっと一回撤回した方がいいと思うよ。スケさんへの話振り、ちょっとおかしいとは思った。不動丸さん。寺田橋さんに投票します。まあ、圭さんの投票を見てから手あげました。うん アきしてたから言うと、俺は釣り縄にかかりそうな村だなと思いつつ、かからない可能性もあるなと思ってるんですが、古川さん、プテラ、まあ、今日プテラさん釣られて、モルテンさん、古川さん釣られるそうでした。あと、ニナワが、俺含まれると、シンタロウ VS 銀で銀さんより。はい。塚さんとか、全然、まあ、現状疑ってないので、そうかなとは組んでます。僕は釣られるんだ。高菜さん。 プテラ高橋に投与します。初日のスケール、えっ、ー、と、棋士とかがぜ全部出る前は、古川銀、梅剣、慎太郎の中には人狼いそうだなってスケールになっていて、かつ古川さんが人狼だった場合は、プテラ高橋の決定票が、一応そのつながりがあるなって思っていたっていう感覚です。え、圭介、司を疑ってなく、工藤丸も銀さんを僕は疑っているから、銀、工藤丸の二郎否定が結構、はい、な、あると思ってるから、自分自身でね。工藤丸と銀さんを比較したら銀さんの方が怪しい。梅剣から騎士王が入ったことにより、えっ、ー、と、圭介、司、えー まあもう疑わなくていいかなと思ってるから、釣り飲んでほしかなかった塚さんには以上。慎太郎さん。投票、プテハスさんに1票。えっと、基本的に梅ンさんは信じてるんですけど、まあただ、梅ンさん目線で一応、工藤さんが今日外れた理由だけ参考にしたいから聞いてみたいって感じ。僕目線、工藤さんは結構怪しい人だったから、まあ、一応、工藤さんのその釣りたい名はっていうか、一候補として僕と梅ンさん、名前上がっていたから、多分梅ンさん目線、何かしらそこにあるんだったら、理由聞いてみて、それ参考にして整理したいなって現状思ってます。 はい、以上です。圭介さん。はい、プテさんに投票して、今日の慎太郎の例えば、梅犬が死んで古川さんが人狼だったときに、ケスケ信じた軸で、モルテン人狼軸で梅犬を弾く議論は結構印象良かったなって、今振り返るとちょっと思ってて、あとね、俺、銀さんちょっと人間っぽいなと思ってる理由、2つあるんだけど、モルテン人狼の時の、モルテン銀のわちゃわちゃではなさそうって、ちょっと推理してる部分と、あとね、昨日の銀さんの投票が、 なんかほぼ名野さん死んでいきそうだった村の展開に逆らって名野さんへの警戒を示しているのがあんま人狼のポーズっぽくないなを銀さんに拾ってましたモルテンさんはい、フッテハンさんに投票しますがそんな人狼っぽくはないなって思ってて基本シャルツカさで人間が見えていることから古川梅県に一郎いるだろうなって思ってたからこの結果が起きてる工藤さん、銀さんの単体の印象がいいことから結構慎太郎さんが人狼筆頭位置にはなっていて坂か、まあ、さんの 漂白があるかとかっていうところだけ考えるかなって感じですかねはい大衆票梅健さんはいプテさんに投票して初日ってほぼほぼ名屋さんに声が入り入りそうな空気の中なんか古川さんの色が松下、まあ、さんが古川さん狂人とか言ってるんだけど色が白色だった場合ってなんだろうシャルさんえ霊能を噛んでシャルさんの霊結果ね白を隠してしまえば古川さんっていうところまで なんか道連れに持っていけるかなって人狼は思うから、なんかこの金から古川さんの色は黒色かなって思ってるからこそ、工藤さんが今日開幕一番に、古川さんに注目を集めようとしたところが、工藤さんがちょっと違うかなって思ったところかな。本日、処刑となるのは6番、プテラ高橋さんです。遺言をお願いいしますすぬるっととられれたななう印象なんですけれどもう 明日はモルテンツリだよね僕は名屋さんがシーンかなと思っていたから、モルテン釣り、まあ、古川釣りになるでしょう。うーん。正直、ここで釣られた人の遺言を参考にされたくないんだけれども、えっと、司さんの印象はいいよね。ここで、司プテの卓になった時に、司白を見せたい。まあ、これ、多分例のでも護衛できなそうじゃないの見せた方がいいっていう話をし始めて、それに乗っていて、 梅犬さんが、えー、駆動道し、苦道をなんかぎ考察で弾いてるから、まあ、僕は司さんを白く見てるから、それが多分どっかが間違えてると思うんだよね。まあ、なんだけど、これが合ってるかも正直わかりませんと。間違えてるかどうかもわかりませんという思いがあるんで、まあまあ。まあつ、まあ、僕は新駆動だったらさっきの理由で新太郎より、ただ参考にはしないでください。以上。 ありがとうございました。プテスさんが処刑をされて夜がやってきます。ビデオのオフでお待ちください。本日追放されたのはプテラ高橋さん。追放候補となった古川洋平さんが騎士と名乗り出たことで流れ弾により追放された形だ。状況を整理する騎士と名乗り出たのは古川洋平さん、梅健さん。前日から疑われていた古川洋平さんは、 全体の話し合いでも疑いの声が集中していたため本物の騎士であればもう少し早く名乗り出た方が良かったのではないかと思い偽物だと考えているそのため本物であればあぶり出された形になった梅賢さんの気持ちを鑑み今日の処刑を梅賢さん目線の人狼を追放するために追放指定権を渡すこととしたそして指定されたのはプテラ高橋さん一体どのような展開となるのだろうか朝が訪れる 本日死体となって発見された方、1番、羊飼い K さんでした。ミュートの解除をお願いします。本日は3日目、議論時間7分です。どうぞ。おはようございます。おはようございます。基本的にモルテンさん釣り固定で、まず銀さんの話聞きたいんですけど、うんはい、どう思ってます、今。逆に司さんってなんで古川さん投票やったんですか あ,あ、ごめんなさい。えっと、昨日は投票先は間違えました。結果、さかなさん、人狼です。はい。うん。まあ、僕あれの、あれ怪しく撮ってる若干違和感かなって。まあ、その何てかの理由は聞きたかった。正直だって、司さんも自分釣られてもいいぐらいの議論やったから、<ー>グレー行った方がいいと思ってる派なんかなと思って。あ、ごめんそれを説明した方がいいのか。員さんに。どう ただ、ごいいのかい正直、古川さんが狼目があるから、昨日、梅賢さんが、工藤丸さんが一番に古川さんを挙げてたから、工藤丸さん違うかなって言ったけど、それって司さんじゃないかなと思ってんのね。で、それを古川さんに当てたから、古川さんが、え、これ俺が釣られる議論なのって言ってたから、どっちかって言ったら司さんに当てはまるくねって思ってるから、古川さん基準がやったら司さんはあんまり見てはない。ん ちなみに梅犬って昨日俺がさ、投票時に言った銀さんに感じてる白い、うん、あ実はもう一個別に銀さんに感じてる白い素があるんだけど。一応全部言っとくと、うん、銀さんに関してる白い素はケースケと似てる。うん、あの逆境の仲間、名屋さんを。 あの銀さんのやり方って、メ野ヤさんがなんでその思考で工藤さんが外れるんだろうっていう疑問から始まって、メーヤさんと工藤さんの二郎をケアした工藤さん投票っていうのが、うん、結構推理してる人間っぽいなって思って、慎太郎さんがそこの銀さんの投票投票理由をすごく評価しつつ、かといって、メーヤさんが偽上がるわけではないっていうのも、俺とめちゃくちゃ共感していて、うん、まあこれは慎太郎さんに関しては共感値、啓、うん、介に関してはまあ推理過程、結果、シャルシ白だったから、啓介はまあちょっとは考えなきゃいけないかもしれないけど、まあ、推理過程の共感値。 魚さん白さっき、塚瀬さんは、さかなさんとか K さんが人間って思うんだったら、まあ、正直もう人間で置いていいかなぐらいは思っていて、基本はモルテン、工藤丸、古川とかには、ニアそこの俺の白いと思ってる新太郎さんとか議員さん、たぶんみんな納得いってないとかあると思うから、そこを話し合うん、そこだけ、ね、う,ん、そうちょっと新太郎君聞いてもいいですか。はいはいはい。裏のだけ新郎で見てるがベースで合ってますまあ、実はまだモルテンさん教授もあるかもなっていうのは、可能性をってるかな。俺がモルテン初日に <laughs> ごめんなさい。村っぽいって言って怪しいってのは、その感覚の違いで俺は怪しいと捉えてる。感覚の際で。うん。まあでもそんなに強い。黒ジク言ってんのかなって思ってたんだけど、あはい,はいはい。まあどっちかと,と感覚の違い。うん、ちょっと噛み砕きますどうぞ、うん、まああと今思ってることは結構銀さんと意見が近くて序盤のね、僕も司さんの投票は結構気になったから。まああとシンプルに村人目線で昨日自分釣って白のるのが強いって僕ならならないから。 そこはどうなんだろうなって思ってる。絶対に、ね、自分が村の場合は、特にスカサさんって人間って言ってる人も一定数いたから、自分が残って白になった方が絶対強いから。え、ここだけ。と、うん、魚さんと梅犬さんに、一応僕が白アピに時間を使うべきかどうかちょっと指示してほしい。もう白を置くなら置いてほしい。あちょ、ちょっと、なんかごめんけど、なんか、その昨日梅犬が釣りたいグレーを釣ってるから、あの、俺、新視点の、あの、詰め方も検討してほしいのよ。梅犬と魚に話聞く、に関しては。 俺はこう全然飲めるもうね、古くか,から今日もお願いい<う>、うん。そこだけちょっと、ごめん。弁明した方がいいこの議論。つかさんは単体人狼がないと思っている。理由は古川さんはモルテンを人狼だと思っており、つかさというとラストルフ人狼一が釣られた場合、ほぼ負けるトだから、つかさは強人しかないと思ってます、あっても。ごめん、ごめ、うん。あの、シンドルにちょっと質問があってさ、昨日、うん、ちょっと親っ思った点もあったのよ、1個ね。でさ、あのー、これ回答いかんによって考えようと思うんだけど、うん、工藤さんを警戒するスケールに入れ続けてる、うんうん っていう言ってたじゃん昨日の投票もねそうですね。そう。なんかさ、慎太郎の初日の投票理由とその発言だと整合性取れなくならないそうですか慎太郎の初日の投票って、<う>モルテンさんが出てきた時に、モルクドっぽくないからっていう旨でシャル投票だったと記憶してて。あえっとね、僕は、えっとまあ、もう一回説明すると、うん、えっと、工藤さんがモルテンさんに白って、まあ、置いた、まずそこに感覚の違いがあったから、 そこで工動さんに若干お互いがあって、ただその後でシャルさんがモルクドがなさそうって言ったからシャルさん投票してるから、うん、別に処理場のほうが少し怪しいのスタンスだったっ、ね。そうか、そうか、モルクドがなさそうはシャル、それを言ったシャルが変だと。それで僕の中で工動さんよりシャルさんの方がお互い上回ったから投票はシャルさんに入った。あ、なるほどね。まあ、使った人間で置きますか、うん。割と賛成できる。いい <laughs> で、ちょっとごめんなさい。古川さん、教授に見てる人っているんですか、この村って。 僕はまあ一応追ってます。ワンチャンはやるかな。ジンさんもどっちかというと人狼よりはって強人よりかなと思うんだよね。強人だった時は新っぽいと思ってる名屋さんの新下げだったりとか。うん ま、あかさん結構、まあ、議員さん、思考修正はしたものの、ま、あかさんにちょっと突っかかる動きだったりとか、塚さん人間っぽいって言われてる中、まあ、思考修正はしたんだけどね。なんか、塚さくんのことを基本的に俺も人間かなとは思ってて、さっきのその、俺、梅犬出てるのは人狼だと思ってるんだけど、その人狼梅犬との仲間の時に、梅犬と魚さんに話を何たらしてほしいんだけどっていう、手綱を握らせるようなこと言わんと思ってて、本当に梅犬を死んだと思ってる人なんかなと思ってんよね、塚さくんのことを。 時間が空いたんで、ちょっと弁明してみるんですけども。うん、まあ、モルテン・フルカーさんがどっちも人狼かどうかわかりませんが、昨日、大体みんながバーって喋って、で、あと、慎太郎くんと喋ってないよねってなって、慎太郎くんと僕はバーって同時に話し始めて、僕、慎太郎くんに譲ったんですよ。うん、あ、い,いいっすよ、って。で、バーって、慎太郎くん喋った後、僕も喋り出そうとして、一回、フルカーさんにカットインされてるんですね。 あちょっと僕さんしゃべらせてくださいって言って、うん、まずなん,かなんか忘れたけど自分でなんか話したんですよ。概要だけまず、タイトルだけ。で,ね、で、その後もう一回古川さんにカットインされてて、なんか古川さんが騎士より棋士あをったのかどうか知らないですけど、なんか僕がつながってた場合、なんで僕の邪魔をして僕の信用が上がらないようにするかっていうところは、一種考えてほしかったなって、まあ昨日から正直思ってたんですけども、まあ、それだけ、ちょっとしたアピール。これ、司さん人間の気になあんまり共感できない人います厳しいなって人 まあ僕は全然白を決め打ちまではできないなって感じですね。ブルモルフルモルローローだった場合ってっと初日シャルさん投票って必ず視点向くと思ってて占い神が起こった後にで梅研さん出る前から梅心のところにラストオリフ置いてこないかなと僕は思ってたんですけどそれはちょっと考えすぎですかねちょっと僕の思考なんですけど。菅野さんどうする塚瀬さんそれによってる語彙変わるんだよね。 俺に、あの、陣害だったら強人しかないと思ってるんだよね。うん、そもそも古川さんの強置き推理が、なんでそっち強人置きするんだろうなっていう推理の軸が、なんか自分つられたかりすぎじゃねと思ってるから、うん、なんか人間っぽくはないけど、人外だった場合、強人かなと思ってる。人狼っぽくはないと思ってるって感じ。うん、村置きはできんかなと思うけどね。まあ、理論誰か置かなきゃいけないんだったらっ投票に入ります。司さん。 モルテンさん投票で、まあ、昨日投票間違えました。それは申し訳ない。えっ、ー、と、まあ、初日の古川さんの動きがね、まあ、僕投票が今日はピカなと思ったんであの、そこからの2日目の動きで、あの段階で起死だからもう太鼓出る必要もないと僕は思ってて、貫通でいいかなと思ってたんで、古川さんはその初日の動きから強日あるかなと思ってたっていう形です。はい。以上です。慎太郎さん。 投票モルテンさんに1票。まあちょっとこれはね、もうだいぶバイアス下がかかっちゃってて、もう古川さんを99%にするなと思っちゃってるんで、モルテン古川と釣りそうではあります。まあその上で、まあ一番の上振りはモルテン古川プタラサンロード終わるな終わりことなんだけど、まあ終わんない場合がもちろんあるから。あー、銀さん結構僕印象良くなったんだよな。今日のスカサさんに対する見方一緒だったし。まあ確かに計算の言うとり、昨日圭カさんにして向けたら僕はんって思ったんだけど、ただ今日の銀さんは良かったなっていう感想でした。はい。 リンさんさはいあ投票はモルテンさんで、うーん、まあ、ワンチャン、その、魚さんとか古川さん教授のことながかからんって言ってるけど、ワンチャンあるのが、俺、正直、古川さんオオカミやった時って、シャルさんがオオカミ、軸で古川さんまでってなってるから、お古川さんオオカミってそれ間違ってるわけやん。やったらそこをもっと出して生存よく出してくるかなと思ったから、昨日あんまりそこまで生存よくなかったなっていうのが、若干の懸念点。ただまあ、 8割くらいは古川さんをおかみでおいてるから、司さんは一旦考え直してる。以上。不動丸さん。モルテンさん投票なんですけど、まあ、ちょっと言うことはそんなにまとまらずに、なんとなく手を挙げたんですけど、これ、慎太郎、銀、司、全、須村、まあ、ないんですね、大体僕の考えの中で。 うん、ないんだけど、にしても人外数が結構圧倒的に足りてなくて。まあまあいいや、ちょっとまとまってないつ本当に。赤野さん。丸ルテさんに問いしせますが、護衛指示をしたいくて、ケイスケを割と人間。 で、置いてるのね、グレー、まあ、あモルテにせもらうと思ってるグレーなんだけど、圭介を一番人間だとみんな思っておるから、えっと、古川さんは俺声、梅犬は圭護声でいいかなと思っています。これによって、絶対に司という位置も噛まれる可能性あるし、工藤新太郎議員さんに集計入ったらそれはそれで美味しいと思ってるから、古川さんは魚声、梅犬は圭護声でいいと思ってます。スケ異論があったら言ってください。まあ、これで完全にグレーが噛まれると思ってます。占いが、えっと、騎士が信用勝負仕掛けてくるならね。以上。 古川さん梅犬は議論に介入して話すら振られてたと思うんだけど僕見せ目に追われてるのは分かるんでその半分くらいの会話量に収めたつもりで明日もしも岸士に手がついたりするんだったらできれば平等に話を聞いてほしく梅犬が釣りたかったプテラ・タカシを釣ってるんだけど俺プテラ・タカハシだにめちゃくちゃ人間だと思ってるから。 両方の話聞いてみてくれる ?CCO のタイミングとかの問題だけだったら、まだまだ言えることいっぱいあるね。やすけさん。はい。モルテンに投票して、さかなさん、色んないです。色んないです。なので、えー、梅犬が俺で古川さんがさかなさんか。はい。うん。今日、慎太郎と対話して思ったけど、多分俺も勘違いしてた部分があって、基本、慎太郎の思考が綺麗で一貫してるなと思ってるし、 そう、梅犬を弾こうとする論だったりとかね。だからあんま警戒してなくて、これ続くんかなこれ。古 <laughs> 川さんまでつって。わかんない。わかんないけど、続いた時がしゅら、しゅらるからちょっと頑張りましょう。梅犬さん。はい。森天テちゃんに登用するんですけど、ちょっと村人の人たちに助けを求めたいぐらい、全員白い。いるなら工藤さんなんだけど、工藤さんの正直あんまり疑えてないっていうのが本音。で、 まあ、坂さんが圭介護衛指示飛んだんで、もう、僕は圭介そこまで人間までは起ききれないけど、まあ、これをやるってことは、まあ、圭介で護衛成功を意図的に起こされて、偶数進行最終日4択になったときにでも、考えない。まあ、圭介ぐっちゅうだったらもう大丈夫なのか。まあ、それでいきますか、じゃあ。まずいね。最終票、モルテンさん。はい。慎太郎さんに投票して、まあ、基本えあの、本当にこれ、 なんか村にもうちょっとちゃんと考えてほしくて続くんですよ。で、名屋さんって狂人なんですよ。魚さんが人狼で、なんか正直、初日の審議差で自分に声が入るとは思ってなかったし、絶対思ってなかったからこそ、名屋さんが狼の場合でも自分に入ると思ってなかった。もし名屋さんが狂人だった時に魚さんっていう人狼が GJ が起きても美味しいから、普通に魚さんの人狼追ってください。 本日処刑となるのは8番モルテンさん、遺言をお願いします。はい。で、騎士に関しては、まあ、古川さんの方が偽っぽいっていうのはミート同意してて、で、初日のそのささんの発言から結構銀駆動に投票中触れてた印象があったから、まあ、消去法的に慎太郎さんがラストルフっぽいなとは思っているっていう感じなんですけど、なんか本当に、なんか村がそうやってなんかみんな白い白いって言ってるけど、本当に全然終わらないんで、なんかもうちょっと焦ってほしいなって思うし、 これ、真落ちます。真の占い師が死ぬので、なんか考えてほしいなって思います。占い師は本当に、皆さん狂人なんで、心境です。魚さんは人狼です。魚さんの人狼絶対に追ってください。まあ、なんか、それはもう最終日でもいいし、最終日でもいいんだけど、最終日まで魚さんが生きてたらもう魚さんでも絶対人狼なんで、本当に処刑してください。お願いします。ありがとうございました。モルテンさんが処刑をされて、夜がやってきます。 ビデオのオフでお待ちください本日追放されたのはモルテンさん占い師と名乗るメイヤさんが襲撃されたことで信用をなくし追放された形だ状況を整理する占い師霊媒師がゲームから除外され残る役職者は騎士のみとなったそこで村人たちが取った作戦はクロス防衛作戦だ 騎士は人間と宣言されている人のうち別々の人を護衛すると宣言することで偽物の騎士を露呈させるか護衛先以外の追放候補者を襲撃避けるという二択を迫る戦術だ一体どのような展開となるのだろうか朝が訪れる本日死体となって発見された方2番慎太郎さんでした。 ミュートの解除をお願いします。本日4日目、議論時間6分です。どうぞ。はい、どう,どうもーす。ラ<ら>ストルフかなって感じ。ラストルフっぽい、めっちゃっぽい。正直、プテさんで落ちてですうん。と、の僕の,の、うん、う怪しい位置を今日は釣らせてほしい。それ自体はみんなどう僕は,な僕は反対ですね。はい。 今日ね、そう、人間釣られた場合は、一応負け筋あるので、プテラシが人間だった場合は、結構難しいから。一個、に投票する日っていう認識がいいかな。はい。OK、分かった、ありがとう。古川さんに対して疑問一1個あって、いいですか初日の最後の段階で、K さんがもう古川さんに対して疑問を呈していて、2日目占いが噛まれてます。その状態で、じゃあ、グレツルっていう進行を呈した瞬間に、古川さんって CEO すべきかなと僕は思ったから、 そ、うん、こはどうですかねとそれの確認が司君から話が入っとった時に俺、うん、を釣る議論なのって聞いたのも最初の CO チャンスを確認したってところただまだ議論の余地があると思ったのでしなかったうんもちろん検討はしていた夜の段階からいやお前さかなさんとちょっと相談したいことあってさ、はい、あの俺 例えば古川さんを処刑して、まあ、終わんなかったとき、うん、まあ梅犬が魚さんを応援するシフトになるから、うん、それはそれで別にグレーが減るし、うん、梅犬の店までケアできてると思うのね。うん、でね、あの、銀さんの印象はめちゃくちゃいいんですよ。うん、要素めっちゃ持ってて、うんで。工藤さんが人狼とかじゃなかったときに、うん、俺さ、魚さんが言った司さんの白置きの理由ってちょっと不完全かなと思う部分があって、うん、あれを言った司さんを釣れるかって言ったらちょっと無用だなとは思うわけ。で、 あの俺,俺がさ、そもそも古川さんを初日に疑った理由って、司さん投票がちょっと微妙すぎるなっていう,ていう理由あそれは俺も同意よな、うんですよ。だから俺、司さんの人間おきはちょっとできないなって思い出たたいじ。じゃあ今日欲しい。じゃあ今日欲しいわ。うん、古川さん、どうせするでしょ、この村。そうそうそう。だから続いた時の話しかする必要がない。うん、要は、えっと一昨日の段階でさ、うん、あの慎太郎さんと梅健さんのところの位置に、古森朗朗だった場合で、 ラストルフ置いてこないかなっていう僕独自の思考がまずありました。で、それが梅健さんが仕様出てきた段階で、少し自分の中で濃くなって、銀さんって工藤丸さん投票で、他は大体シャルなのよ、投票が。で、銀さんの位置ってやっぱ警戒しないといけないなって思ってるところに、残りってプテ、クド銀なのよ、僕視点って釣りたいところが。梅健さんのスケールで銀さん白を置いてたから、じゃあプテ、クド釣り木で梅健さんが正しければ、銀さん白木が正しければ、司の白を見せた方が良くないって思ったの。 ちょっとだけいいかいえっと、僕目線も、あの、僕はめちゃくちゃプテハシを人間だと思っているから、二郎一強生存している可能性が十分あり得る段階なので、もう俺と梅犬の話に基本終始させてもらっていいちょっと。そうなると僕が死にそうだからちょっと頑張ってるんですけど。明日死にそうってことでしょ明日でしょ,しょ将来死にそうだから。将来死にそうだからでしょ、うん、なるほど。まあでも分かった。まあフェアに行くべきだとは思ってるけど、ちょびっと後に時間ちょうだいな。 うん。これでも別に今日、司さんつる話ないですよね。棋士いるんですよね。ないないない、だから棋士決め打ち成功して、かつ PP が起こらない時にグレー行くじゃん。あの型を残った方うを士残すから、そのグレー投票するときに誰になるのかって話、俺は別につかといてもいいよ。その次の日、続いた場合ね。うん。なんか俺は司君に投票してたのが基本合ってたのかなと思っていて。 初日の、うん、つかさ、梅剣、老老に見えている、今は。その、今日生存欲を出す日じゃなくて、古川梅県の、まあ、なんかその、あ、プラス、ちょっとみんなに聞きたいんだけど、古川人狼軸で考えてる人って、誰がいるかなテてはし、ふてはしモルテンの産郎俺はそれが言ったら今日終わるんかりわかりやすいかなとは思ますう、ね。そう、思ってる人は、うん、今日俺を釣らなくていいと思ってるし、俺、プてはしをとにかく初日から人間だとずっと思ってたし、モルテンの印象もずっと良かったのよ。 その上で、さらに俺まで釣っちゃうのはバランスがめちゃくちゃ悪くて、本当に飲みたくない。古川さんって、梅犬と誰だと思ってるんですかつかさ。つかさ、うん。モル、モル梅つかさってことですよね。モル梅つかさだと基本的に思ってる。で、モルが狂人の場合、ケースケでつけて感度とかも考えなきゃいけないなと思ってて、だから今日、梅犬を釣りたいと思ってる。俺目線の仲間はもうみんな死んでると思ってるでしょ これわかる。ケースケつかさゆめけんが俺を釣りたがってるなんか銀さんとか工藤丸とか魚さんに一回危機感を持ってほしくて、一回釣らしてくれん。で、それで俺でグッチョブ出たら俺が死んじゃう。俺本物なのよ。なんか、それでも、俺の仲間が誰だった時それで負けるかだけ教えてくれ。ない、ないとっねちょ、ちょ、ごめん。ま、マジで、さっきの僕の言ったのってまず納得されてない。僕の思考。 色が見えると思、思えてなかったから、あんまり納得できなかった。うん、あ、俺も色は見えないと思え。そう。あの、ケイさんってあの日失われる存在だと俺は思ってたから、スカんのあれが絶対的に通る白よそにな,りなるはずはないと思ってるから、うん、だから、例えば今これってさ、古川さんを釣って続いた時のこと、未来の話しかしてないわけじゃん。明日通じなかったら負けちゃうからさ、多分。そうかな。明日通じなかったら負け筋になるでしょ。うん、なり得るでしょ。僕は今日負けちゃうかもしらんのよ。 そそれはあ明日頑張れる人と今日の人って、うん、結構またちょっと違いがあってな。その場合、司はさ、例えば、あの例えば初見の入っちゃった時に、工藤圭介銀とかだとどう財付きをするか、別に明日司するとは言ってなくて圭介は白置きでいいと思ってます、僕はもう。さかなさんの考察を借りて、圭介は白でいいと思う。 俺釣らないと議論が進まないみたいなことを言いたい人がいるのは分かるんだけど、俺って今日釣られたら俺負けるかもしれないからそれ飲めないのも分かるよね。なんか、俺が偽だとしてもそう言うじゃん、絶対偽でも。うん。それって普通でしょ。で、これ俺死んで、銀さんとか工藤とか坂田さんに言いたいのよ、これ。これ人外が話し回してた場合負けちゃうのよ。俺偽でも同じこと絶対言うと思うけど、それが俺の視点は正しくない議論時間終了。投票に入ります。 フルカーさん。梅剣に投票します。えっと、俺の仲間がプテハシ・モルテンだと思っている人は、いたとしても選挙がいるかいないか分からん状況の俺がラストウルフに見えてるはず。梅剣を釣って明日グッチョブを出した時に全て入れ替わる。俺は梅剣つかさだと思っているけど、モルテンが狂人の場合にはもう一度いる可能性があるから、頼むからもう一年はちょっと俺にくれ。で、一回護衛させてくれ。お願いします。梅剣に投票します。銀さん。はい。うーん。 まあ、護衛は多分無理じゃないだって古川さんが魚さ,さん護衛って言ってるから、もし仮に、梅賢さんが釣られた時に、多分紙って古,古川さん、の、古川さん新理論で行くならもう魚さ,さん紙に行くから。今日の司さんがなんでそこまで言ってくるのかわからんのよね。村木論的に多分古川さんが釣られるようにと思うから、一旦梅賢さんには入れるかな。 正直、古川さんが出さった時にさっきも、えー、この間言ったけど、クテさんとモルテンさんのつながりが正直見えてないって感じ。不動丸さん。古川さん投票。<laughs> えっと、今日黙ってずっと考えてたんですけど、無理だなと思うぐらい、古川さんラストルフだと思っちゃいましたね。多分ギーさん教人とかなのかなって感じですね。あの、続いたらきついからって、司さんの話ずっと聞いて、司さん まあ続いたら正直釣らないっすねまあ、銀さん行くと思います。続かないと思ってますけど、全く。梅賢さん。はい。古川さんに投票して、司ささんがオオカミの場合は、まあ、基本的にもうプテさんで落ちていて、プテ、つかさの2択になったから、プテさんの代わりに自分の方が HP が来そうだから釣りを飲んだ。このパターンぐらいしかないかなと思っていて、つかさプラスアルファもう一人とか、まあ、つかさ古川とか、まあ、一応なくはないんだけど、銀さんのこのね、強靭っぽい投票を見たら。うん。 うんまあ、古川さん、狂人の二郎生存だけは、この状況からありえないなっていうふうには思いましたね。K K 僕の護衛先の圭介、大神はチャレンジで、多分通せばいいと思うので。司さん投票、古川さんで、まあ、例結果見れない可能性十12分にあることはね、まあ、もちろん理解はした上で、見れる可能性はゼロではなかったはずだから、で古川さん、貫通 D いいぐらいまず偽で見えていて、 初日、えっと、モルテンさん黒軸でプテさんと銀さんって若干僕、あの白いかなって思っちゃってたんですよ。プテさんが白を、そのプテさんを白で置けた、えっと、古川さん、銀さんが白いかなと思っちゃってたので、人間っぽいかなと思っちゃってたので,で、じゃあ銀さんとプテさんのところに釣り名をかけるとしたら、まあ、生きてたら。やすけさん はい。古川さんに投票します。ごめんなさい。決めますね。あのね、つかさをもう本選でめちゃくちゃ疑ってるとかでは一切なくて、もう続いた時の要素取りでしかなくて、そう。まあ、だから本気で疑いかけに行かないと、司かさからも要素取れないし、工藤さんからも要素取れないから、まあストレスかけちゃっても、出たとは思うんだけどね。うん。まあどうすれば勝たせられるかなしか考えてないから。まあでも今の銀ちゃんの投票は、ちょっと時空歪んだかなって思うぐらいびっくりしたから。 あの、明日が続くんだったら最優先処刑の位置にはなりそうだね。高野さん。古川さんに投票します。うん。まあ、正直、続いた場合は、まあ、 明日は銀塚さんの択でいいかなと思っていて工藤の精査だけ明日若干議論に挟ませて入れていいかなと思っています梅家を新規者と思ってより古川さん偽物だと思っているのでその進行でいいかなと思ってます負けたら申し訳ないんですけどまあ自分の推理信じますまあ圭介を疑うかどうかは俺死ぬと思うんですけど死んだ場合においてはまあ最終日考えればいいかなぐらいで基本的には疑わなくていいかなと思っているって感じですまあ銀さんの投票はね不可解だなと思ってるからでも人狼でねその投票するかなと思うから強靭じゃないあっても以上 本日処刑となるのは5番古川陽平さんです遺言をお願いしますまずは偽世目に思われている棋士に時間を与えてくれたことを本当に感謝します特に塚司君は明日の話をしたいっていうのは十分理解できるしそれを聞きたかった視聴者の方もいる中僕が明日の話が全然入ってこなくてなんでかというと今日で僕は終わってしまう可能性が十分にあるから僕が新騎士の場合でもそうだし僕がもしも偽世でラストウルフだとしてもどうせ明日なんて来ないから僕が釣られたら終わりだからね と、うん、いうことで、僕に譲ってもらえたと思ってるし、それを聞いた上で投票してくれたみんなのことを全く恨んではいない。説得できなかったことを申し訳なく思ってる。ただ本当にちょっとショックではある。 フェルカワさん音声入ってないですフェルカワさんが処刑されて決着がつきました人狼がこの村から全ていなくなり村人親への勝利です <laughs> お疲れ様でした <laughs>、えージジ 強すぎるし最後何やれ何も聞こえない。口パクでしょ口パクでしょ口クでしょ口パクでしょ口パクパク口パクだと思ってた。パチパチ言ってた。どうした抜けちゃったじ抜いて戻ってきたから何もかも聞こえてなかったっていう。 これ、あれでしょやいぎりリスペクトじゃないのやいぎりリスペクト。最悪、もう全然やいぎりリスペクト <laughs> どえ、どういうこと今聞こえてんの今聞こえてんの確かに、すごドイツてノイズが入ってますグーブー言いながら。めちゃくちゃ面白いこと言ってたのに。<laughs> すーごい、グーブー言っ,てなってた。す面白かったのに。いやー、まあ、いらない方が面白そうだな。8票は入った、あれで。 それでは、招待発表させていただきたいと思います。人ンが古川陽平さん、ピテラ高橋さん、森ンさんのお三方。すぎる急に来たそして、狂人が銀さん。ごめんなさい、生で聞いた。占い師が名屋さん、霊媒師が羊貝、ケイさん、騎士が梅賢さん、それ以外の方々が村でしたはいということで、勝ちろシーズン1 m v p 参戦目。 今回は人狼が占い師と騎士に名乗り出る、いわゆる212人家というやつですね。霊媒師目線としては基本信仰について中心に振り返っていきたいと思います。今回は初日、皆さんと推理内容が結構合わないことが多く、信仰役としては、まあ自分の考えを信じるか、生き残るみんなに合わせていくかっていうことでかなり迷いました。えー、そして初日はシャルさん、古川さんが怪しまれ、シャルさんが追放。霊媒結果は人間ということが分かりました。 1>, 1日目の段階で名屋さんが本物っぽいでも圭介さんも人間っぽいということで、まあ、グレーに狼多そうだなと感じていたので人狼が釣れたのかなと思っていましたが人間でしたねそして分岐となったのが2日目古川さんが議論終盤追放指定されてから騎士と名乗り出たところですねここの指定理由もついでに言うんですが全体の話し合いでどうやっても古川さんが追放されそうでこの中で懸念したのが 古川さんが人間の時に人狼がが仕込みをかけれそううっていうところを懸念したんんですね。古川さんが人狼だったらもう人狼だったでもう全然いいんですが古川さんが人間だった時に村人たちに古川さんに投票させて自分は仲間に投票することによって人間たちは人間の古川さんを追放した自分はちゃんと人狼を疑っているという履歴を作らせる隙を与えてしまうんですね。 この動きをさせたくなくって、もうどうせ追放されるんだったら投票要素を消そうということで追放指定をさせてもらいました。これでね、身内切りも古川さんが村人の時に疑った人が怪しくなるとか、そういった流れもまあ軽減できるかなというところで指定に踏み切った形です。こういった狙いで追放指定させていただいたんですが、僕は棋士ですと。とで、塚さんが指摘している通り、 空気的に追放さされそうだった古川さんは騎士だったらもう途中で名乗り出てよかったんじゃないかと。さあということで騎士がねどうしても梅賢さんが本物っぽく見えるような空気の中まあ梅賢さんがね本物だったらもう正直プンプンですよあぶり出された状態なのでなので梅賢さんが本物のとき結構悔しいだろうなという気持ちもあり梅賢さん目線のちょっと人狼を詰めてあげたいなーっていうところで梅賢さんに今日追放する人を選ぶ権利を渡しました。 で、えっと、グレーの中で選んでほしかったのでプテさん追放結果潜伏ラストウルフが追放された形となりもう上振れですまあここ梅賢さんさすがですね進行だけで言うと2一二陣形だったらまあ僕が決める場合は大体このルート取るかなっていう進み方でした棋士は護衛先を指示することでこちらの判断棋士の真偽が間違っていたとしても正体が結局わかるんですよ また、騎士の本物がバレるのを避けるために、人狼が他のところ襲撃したとしても、そうすると、追放候補の人を襲撃しなきゃいけなくなっちゃうので、グレーが減るんですよね。このように、騎士の太鼓が出た時は、追放ミスできるまだ余裕とか、ロラできる対象がいて、時間が延ばせれる選択肢が取れるんだったら、慌てて追放する必要はないです。もちろん急に村とかね、人狼の数が少ない村だったらまた別なんですけど、 こと、足利においては、追放ミスできる余裕があったらもう、ギリギリまで棋士は追放せず、護衛指示を飛ばしながら勝っておいた方が、大体のケースでは人間チームに有利に当たることが多いです。そして、上振れもあって、役職を追放しきったところでゲームセット。というところでした。というわけで、ガチロー MVP 戦最終戦でしたね。振り返りやってまいりましたが、いかがでしたでしょうか。まだまだこれから、ガチローシーズン2となって続いておりますので、 ぜひぜひお楽しみにしていってください。ではではまた見てね